物、情報が交錯する東京銀座で2つの知性がクロスする銀座クロッシングトーク。毎回多彩なゲストを迎えて時代を読み解くヒントを探ります。こんにちは。はじめまして。どうぞよろしくお願いいたします。もう今日は本当楽しみに来てまいりました。ゲストは映画やドラマの大事をはじめ、さまざまなアーティストとのコラボでも知られる書道家武田双雲さん。書道と並んで注目されているのが執筆活動。人生や仕事をどう楽しむか、そのポジティブな内容が多くの反響を呼び、出版した書籍は50冊を優に超えています。そんな武田双雲さんに深い見識とグローバルな視点で金融市場を分析する小川真樹が迫ります。ビジネスの形やライフスタイルが大きく変化する今、幸せになれる生き方、働き方とは。クロッシングトーク。この番組はソニーフィナンシャルグループのソニー銀行がお送りします。はい、では後編ですけれども、はい、後編はいつもですね、番組の冒頭でなんかこう人生に影響を与えた書物とかいういろいろなものをご紹介いただいてるんですけれども、とマニアックなんですけど、字頭という字頭分厚い次元辞典ですね。字の源、次元辞典、その字が最初は 何から生まれたのかっていうことを全部常識を疑って一人で研究をした字、研究し尽くしてた白川静香さんが作ったいわゆる字の源辞典ですね。例えばですけど、はい、子供の子、子供の子、なんていうの、子供が子供っぽいっていうんですかね、うん、最初子供がこういう、漢字のもとはここからで、どんどん頭から湯気が出てるんですね、こうやってで、だんだん子供になっていったっていう。そういう、そう、漢字っていうのは抽象絵画なんですよね。うん、だってかなり高度なことですよね、漢字を作るって。しかもそれを僕たち読んだり、うん、コミュニケーションを取ってるわけだから。そうですよね。ね、なんか漢字僕が書くだけであれもう抽象がアートなんですよね、実は。そうですよね、はい、すごいですね。でもこれ本当使い込んでらっしゃる様子がすごく。そう、大好きなんです、こういう。その数5万とも10万とも言われる漢字。書道家としてさまざまな漢字に接している双雲さんには、人生のテーマとなる一文字があるといいます。双雲さんのその人生のテーマとなる一文字っていうのがあるっていうふうにお伺いしたんですけれども、うん、はい、あの楽っていう字なんですよ。楽、楽しい、楽しいっていう字なんですけど、うん、会社を辞めて本当にスケジュールも真っ白だし、書道家っていう人のお手本がいなくて、あ、空海ぐらいだったんですね。空海、だいぶ遡りましたね、それ。で、弘法大師か、あ、面白いなと思って、うん、でもちょっと一個ぐらいこれ道筋決めないと、うん、フラフラしすぎるから、うん、一個だけ人生で決めようと思ったんです、その頑固なことを、うん、自分は絶対ここだけはもう頑固にぶれないっていうのを決めたのが、いろいろ書いたらやっぱ楽しいっていう漢字がまずね、見た目が好きだったんですよ。見た目が好き。白になんかヒゲ生えてるじゃないですか。あのなんかあれ、あのヒゲがすげえ好きで、このピャッピャッってのがね、でこうなんかピシッってしてるんだけど、下はこうパッてこうなんつうの、さってこう末広がりだし、なんかこう十字に曲線にこう白っていう可愛いようにヒゲ生えてる、なんかすげえ可愛いなと思って、で楽しいに決めたんですよ。で楽しいっていいなと思って、はい、俺っぽいなと思って、しかもよく考えたら楽って、両方あるの？リラックスとエンジョイ、両贅沢じゃねってなって、はい、だって自律神経でいうと副交感神経と交感神経でしょ。そのドーパミンとね、セロトニンみたいな、はい、これバランスいいわと思って、うん、で楽しいに決めたら想像以上にすごい字で、うん、あれが鈴だったんですよ、ヒゲが。もともと感謝祭だったんですよ、あれ、祭りごと、でシャン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 ってやってるのね、はいはいはい、やべえ、これ感謝も入ってるわと思って、最強だと思って、そっからここにも本当に刻もうかで一回思ったんだけどね、ここにも。もうそれぐらい楽を極めようと思ったんですよ。そ、うん、はい、したらね、全然楽しめてない自分とか、うん、力んでる自分がいっぱい見えてきて、この20年それとのあれですよ、もうチューニングですよ。
自分も楽しく生きるし楽に生きるんだけども、じゃあ人類に対して僕はどういう影響を及ぼすアーティストかって言った時に、アーティストの存在かって言った時に、楽しませた人、楽させた人、うんうん、両方。なるほどなるほど、うん、やっぱり僕もいろんなことがあるので、楽になれない、楽しめないっていうことがあるんで、いまだに修行中です。